中野、はい、夜寝ている時に携帯電話が鳴ってます、はい、さあ中野はどうしますか。着信を見て考える。実はこれは寝ている時に横に寝てる人から求められた時どうするかという反応がわかるらしいです。あ、どういうことだと思う。自分で正しい、正しい、どういう状況なんでしょう。え、だから寝てる時にねえねえって言われて考えるってこと。名前を見てからってどういうこと。あ、そっか、それはないですよ。それ名前、あ、ふと、え？だってね。まあいいか。